私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げた後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですから、あなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに、主が来られるまで、主の血を告げ知らせるのです。Thank you.
よ。あなたの愛を受けた者たちとして今見舞いに立っていることを覚え感謝いたします。永遠に共にいるようにしてくださいました。永遠の愛を持って血を流してくださる、肉を裂いてくださいました。天と地が滅び行き、新しい天と新しい地の中に入るときに、それでもまだ子羊の御座であるとあなたは教えておられます。永遠の愛、その愛を私たちがこうやって受けることができていることを感謝いたします。どうか主イエス様の恵みと神の愛と聖霊の交わりが一人一人にありますように、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。